ED14 から 54mmF2.8 から3.52を装着した E-30ED12 から 60mmF2.8 から 4.0SWD を装着した E-3 のカットモデル随行デジタルレンズはオリンパスが展開するデジタルカメラ用の写真レンズブランドであるデジタル一眼レフカメラミラーレス一眼カメラ用交換レンズのほか、 コンパクトデジタルカメラ用のレンズブランドとしても展開されている。随行はオリンパス伝統のレンズブランドであり、1936年に発表したセミオリンパスアイで使用したレンズが、水穂工学研究所で開発されたことや、当時の社名の高千穂製作所や商標名、オリンパスとの関連も深いことから、めでたいことの兆しを表す光を意味する随行と名が付けられた。 オリンパスは一時随行ブランドを使わず、オーソドックスにオリンパスレンズと称した時代もあったが、2003年にフォーサーズシステムを採用したデジタル一眼レフカメラ、オリンパス E システムのリリースで E システムが実質的にオリンパス OM システムの後継製品である意味から随行ブランドを復活させた。デジタルカメラに最適化した光学特性と さらに精度を高めた加工技術でリファインし、写真用レンズとして最高レベルの性能を備え、将来的に達成が見込まれる2000万画素超の高解像度にも対応できるとしている。基本設計は3 5ト、mm、ル半レンズを共用できる他社システムと違い、完全なデジタル専用として設計されており、撮像素子全体に垂直に近く光線が、 入社するような高度なテレセントリック性を実現するため APS-C サイズよりもやや小さめなイメージセンサーでありながらレンズの光景は決して小さくはない主力のズームレンズでは超広角形から超望遠形まで揃っているほか単焦点のマクロレンズや大光景超望遠レンズもラインアップされており魚眼レンズも2006年1月に発売された全レンズが AF 対応でマウントはフォーサーズマウントのため OM システムのボディには装着できない E システムのボディには純正マウントアダプターの仕様で従来の OM システム用を以降交換レンズグループの装着も可能であるが機能上の制約が多い2009年にはデジタルカメラ版のオリンパスペンの発売に伴いマイクロフォーサーズシステムに対応した ミラーレス一眼カメラ用レンズとして、M 随行デジタルレンズシリーズがリリースされた。2011年には、レンズ一体型のコンパクトデジタルカメラ用として、I 随行デジタルレンズが、XZ-1 に搭載されている。随行デジタルレンズのうち、高級なタイプのものは、長野県立の町にあるオリンパスオプトテクノロジー、立の事業所で製造されている。この品質力、 開発力をオリンパスはタツノクオリティと称している。E システムのボディ購入者に数量限定で無償配布された後、アクセサリーとして発売された ABCD ハイスピードイメージャー AF 対応、ABCD 生産中止、交換レンズ M 随行デジタル ED12 から 50mm、F3.5 から 6.3EG。 交換レンズ M 髄光デジタル14から 42mmF3.5 から5.62交換レンズ M 髄でデジタル 17mmF2.8 ありがとうございます